箱ふぐくん、箱ふぐくん、はい。いや、これシリーズになるんじゃないですか。はい。迷惑かどうかは、一番迷惑、じゃあ僕が一番迷惑だなと思うのをちょっとシェアしておきますね。僕が一番お客さんに迷惑だなと思うことが。あんまこれ言いたくないですけど、お客さんに一番迷惑だなと思うことがあって、あんま言いたくないですけど、箱具くん言いましょう。一番迷惑、一番迷惑な感じ。吉谷さん頑張りますと、吉谷さんのファンなんです、頑張りますって言ってやらない人です。それ一番迷惑ですね。やらないんだったら最初から言わないでみたいな。だって僕もね、一応サポート、まあ別にいいんですけど、全然いいんですよ。全然いいんだけど、その人に僕時間使うわけじゃないですか。サポートに。うん。命の時間、時間は戻ってこないわけじゃないですか。ね。もちろんその気分が変わるとか、いろいろありますよ。いろいろあるんでしょうがないんだけど、一番迷惑だなと思うのが、そういう感じです。やりますって言ってね、やらないっていう。もうちょっと、最初から僕来なきゃいい、僕のとこ来なきゃええやんみたいな話じゃないですか。やらないんだったら。いや、僕もね、一人なんで、カスタマーサポートいないですから、どうせ時間使うんだったら、やる気ある人に使いたいじゃないですか。僕も人間ですよ。ただお金もらってるんで、まあね、サービス、サポーターしますけど、僕も人間として言うならば、人間対人間として言うんだったら、やる気ある人に教えたい。で、まあ、やる気を出させるのも僕の仕事なんですけど、ただね、最初やる気ありますってもあるわけですよ。だけど、いや、継続できません、やってませんとかね。みたいなね。僕のモチベーションが一番下がる感じですね。パーティーンですね。まあ、逆にですね、よくね、こういうのもあるんですよ。いや、吉谷さんにお問い合わせしたらね、迷惑かかるんじゃないかなと。いや、本当に、これね、ちょっと声を大にしたいんですけど、本当に僕に迷惑をかけてると思うんだったら、僕に本当に心の底から髄から迷惑をかけてると思うんだったら、迷惑料ください。金稼いで、さっさと金稼いで迷惑料ください。あ、吉田さん、上納金ですと。あの時迷惑かけましたと。いっぱいお問い合わせしてすいませんでした。吉田さんの時間使って命削ってすいませんでした。お金ですみたいな。お金をください。同情するなら、迷惑と思うんだったら金くれです。同情するなら金をくれ。まあ、言えなきこ知らないかな。箱具くん言えなきこ知らないかな。同情するなら金をくれってあるんですけど、迷惑だと思うんだったら金くれです。さっさと稼いで、迷惑だと本当に思うんだったらね、迷惑料払えばいいじゃないですか。すいませんでした、みたいなね。おぞーすっていう。グチョーブみたいな。おぞーすっていう。いや、本当にみんな迷惑と思ってないですよ、多分。多分ね、おそらく建前上だと思うんですよ。建前いらないんで、僕。うん。本当に迷惑だと思ったら動画送ってこないですよね、多分。どうすか？めちゃくちゃ、まあ、吉谷さんに動画送ったら絶対吉谷さん動画返してくれるし、吉谷さんの時間使っちゃうし、絶対迷惑かけてるなって本気で思ってたら、動画送ってきます？送ってこないですよね。心の底から迷惑だと思ったら、多分、動画送ってこないですよ。だって僕の習性知ってますよね。はい。まあそんな感じですね。いや、本当に心から迷惑と思うんだったら、さっさと稼いで、さっさと行動して、さっさと稼いで、迷惑料をください。もしくはドリアカ入りましょう。ってことですね。で、今回ですね、物語の話がありましたね。物語の話。これはね、もう非常に大事ですね。物語の話。うん。これマジで大事です。要は、例えばですよ。成功するためにはもう一言しかないんですよ。成功するまでやるだけなんですよ。これしかないです。いや、マジでこれしかないですよ。成功するまでやる、終了なんですよ。でも、これ言ってもみんな響かないし、いや、それは分かってるんですけど、吉谷さんになるわけですよ。成功するまでやれ。まあ、この前ね、堀江さんがね、もうね、やっぱいいなと思ったんですけど、いや、成功する条件、堀江さんがね、バーンってね、こう出してたんですけど、しつこいみたいなね。しつこいみたいな。いや、しつこければ成功するんだよ、みたいなね。
いや、そ、なんかそのモチベーションとかそういうのじゃないみたいなね。しつこければ成功すると。みんなしつこいもん、成功してるやつみたいな。私とにかくしつこいみたいなね。わかるそれみたいなね。そうじゃないですか。自分が稼ぎたいんだったら月収100万まで稼ぐために粘り強く強くしつこくやるしかないんですよ。それ以外何もないですよ。商品売りたいんだったら売れるまで粘り強く考えて売るしかないんですよ。いろんな手を変え品を変え考えて戦略かけて、いや、粘ってやるしかないんですよ。それしかなくないですか、自分の商品売るために。だから企業さんも何やってるかっていうと、自分の商品売るために、ああいうキャンペーンやってみたり、こういうキャンペーンやってみたり、プロモーションいろいろやってみたりとか、いろいろ手を変え品を変えいろいろやってるわけじゃないですか。そうっすよね。しつこくやってますよ、みんな。で、しつこくやってないと企業潰れちゃうからね。今の時代なんか物売れないですから。物売れないですよ、今。物売れない方が、あのね、車の業界なんかどれだけしつこいのかって話じゃないですか。だってね、もうデータが出てるわけですよ。今の若者は車に興味なしというデータが出てるわけですよ。マジで車に興味ないですよ。でもしつこくないですか、自動車産業。もうしつこく手を変え、日産なんかね、次世代日産みたいな、パイロット運転みたいな、自動運転みたいな。いや、自動運転するんだったら自分で買わなくてもよくねみたいな。自動運転するんだったら運転の楽しみなくねみたいな話じゃないですか。僕からすると、自動車の楽しみって自分で、まあ僕はミッションなんですけど、クラッチ入れてね、ガチャガチャババーンみたいな感じが僕は自動車の楽しみ方だと思うんですね、僕は。だけどね、それ自動運転にしちゃったらね、ただ乗ってるだけだからタクシーと変わんないじゃないですか。いや、タクシーの方がよくねみたいな。だって自動車税とかね、保険とか、タイヤ交換、オイル交換もいろいろあるわけ。まあ、じゃあ全部電気自動車だったらまあ変わるけども、その維持費がかかるわけですよ。だからタクシーの方が安いですよ、そんなんだったら。ただ移動、だんだんそうやってね、自動運転してくれてんだったらね。でも、すごいぜ、日産みたいな感じですよ。行くぜ、日産みたいなね。あ、なんか自動運転って良さそうだな、みたいな。手を変え、品を変え、やってるわけですよ。で、トヨタも今やってますね、トヨタイズムみたいな。わあ、すごいですね、これみたいな。だからね、新しい付加価値というか、新しい物語ですよね。だから要は、その例えばこれから自動運転の車がバンバン出てくるじゃないですか。間違いないです、これ。時代の流れで間違いなく自動運転の車がバンバン出てきます。だけど、そのトヨタイズム、それは CM でその物語、トヨタが今こんな開発してんねんっていう物語を CM で流してるんですよ、今。現行で。いや、本当ですよ。で、その物語に入って、その物語を買うんですよ。あ、すごいみたいな。だから要は、自動運転じゃなくて、自動運転の開発の物語があって、その物語を俺は乗ってるぞみたいな話ですよ。自動車を買ってるんじゃなくて、物語を買ってるんですよ。だからその車で言うなら、昔の CM と今の CM は違うんですよ。昔は排気量ナンバーツインターボでみたいなね、ツインターボでアクセル全開みたいな、わかんないですけど、まあそういうその機能ですよね、性能とか機能なんですよ。今はどういう感じかっていうと、物語を売ってるんですよね。例えばミニバンとかそうじゃないですか。わーみたいな、わーどこでも行こうぜみたいな、ウィーみたいな、この車があれば家族と一緒に思い出作れるみたいな思い出売ってるんですよね。車を売ってるんじゃないですよ。その先の思い出を売ってるんですよ、CM で。物語ですよね。だ、物語を想像させるような CM になってるわけです、今は。なぜならば、物が売れないからです。だから、特に、僕ね、これね、もうシェアしますけど、アップル社、マジですげえなと思ったんですけど、アップルの CM でね、度肝抜いた、僕ね、こう、アップルマジですげえみたいなね。アップルマジですごいと思った、アップルの紙 CM があるわけですよ。アップルの、この iPhone のね、紙 CM があるわけですよ。まぁ、ちょっとかなり昔ですけど、iPhone。で、アップルの CM って本当に物語を売ってるんですけども、この iPhone の CM で昔ね、こんな CM があったんですよ。喋らないという CM です。喋らない。まあ今もね、今も喋らないこの BGM で流してない。BGM はあんまないですよ。なんか喋らないっていう。解説がないんです。喋らない。まあ普通だったら商品説明とか商品解説とかね。まあ今ちょっと全体的に変わってきますけど、もう喋らないですよ。まあ当時です、結構前ですけど、喋らないとか、説明がない。
だってその商品売ってるのに説明もなければ喋らないんですよ。やばないですか。商品 CM で喋らないし説明ないんですよ。だって今さっきのね、日産の話でも、行くぜ日産みたいなのあるわけですよ。行くぜ日産もないですからね。もう全く喋らないし、全く説明ない CM があったんですよ。これ見た時に、いや、アップルマジでやべえと思いましたね。このマーケット、この CM を立案した人も神だと思いましたね。それどういう CM かっていうと、昔ね、今は当たり前ですよ。今は当たり前なんですけど、テレビ電話ができるわけですよ。ね。今なんかテレビ電話とかなんか全然目新しくないわけですけど、昔は目新しかったわけですよ。テレビ電話ね。今 LINE とかでも何でもテレビ電話なんか余裕、テレビ電話じゃなくても何でも普通じゃないですか。そんなのは。昔はそれ当たり前じゃなかったんですよ。で、その時期に iPhone がどういう CM 出したかっていうと、ちょっと手話は僕できないですけど、要は手話してる人、手話してる、だ要は電話の概念を超えてきたわけですよ。電話って通話だったわけですよ、昔。ね。だけどその CM は電話してないんですよ。だから今まで電話で、言葉でコミュニケーションができなかった人も、この iPhone を使えば手話でコミュニケーションできるよっていう。これマジすげえな、みたいな。ほんとね、手話でこう、まあ、彼女も、言葉喋れない。男、男性の彼氏も、喋れないんですよ。で、その、手話してるんですよね。お互いに。iPhone のテレビ電話で。ウィーみたいな。みたいな。っていう CM なんですよ。で、もう、だって、まあ、それだから、まあ、解説も喋れないですよね。そもそも。それで、その、彼女と彼氏のやりとりなんですよ。手話の。で、それで、アップルみたいな最後うわーみたいな、すげーなみたいな。いや、これはね、アップルマジでやべえなと思いましたね。あれはもうしびれた CM ですね。新しい電話の使い方、価値にイノベーションを起こした。こんなこともできるよっていう。だからその物語感ですよ。だから今まで電話をね、みんな携帯電話持ってて、みんなでこうなんか電話みんなこうしてたわけじゃないですか。でも声が喋れない人って携帯電話持っても喋れないんですよ。だからメールはできたかもしれないですよ、ショートメールとか。だけどね、このコミュニケーションがさらにすごいことができ、今まで電話できなかった人もそのね、この手話のやり取りがリアルタイムでこうテレビ電話で iPhone があればできるよみたいなね。これすごいなと思いましたね。物語ですよ。だから多分その CM 見て、その CM 見た、その、声がね、喋れなかった人たちっていうのは、もう iPhone 欲しいと思ったでしょうね。いや、これ待ってました、みたいな。待ってました、スティーブ・ジョブズ、みたいな。ジョブズ待ってたよ、みたいな。ジョブズ待ってた、これだ、みたいな。いや、私たち、言葉喋れないね、みたいな。なんで英語になんねん、みたいな。英語。だそんな感じで、すごかった。僕ね、もう、アルファマジック、僕は電流しましたね。すげえな、アップルみたいな。で、その当時の日本の CM の携帯の NEC とかね、富士通とか、NEC とか富士通はどういう CM かま、その当時ね、かましてるのかっていうと、液晶ディスプレイ 12.何インチ、なんとかなんとかみたいな、革新デバイスみたいな日本の CM なんですよ。わかります？液晶パネル1200何画素数とかね、カメラ200万画素数とかね。そんな感じの CM の中で、そんな CM の中でそれですよ。何も説明なしっていうね。これマジでアップルやっぱ革命だなと思いましたね。だ物語ですよ。本当にこれからはこの物語ですね。まあ本もありますけどね。物語を売れっていう。だストーリーですね。だから僕はセールスレターとか、まあ、コピーライティングを勉強してきましたけど、ストーリーが最強と。もうストーリーだと。セールスレターとか何か書くときはストーリーを書けみたいなことをね、よく言われましたけど、まあ本当大事です。だからなんかその人がどういう経験してきたのか、どういう状態だったのか、まあよく昔からありますけど、もう最悪な状態からどう成功したのか。その最悪な状態があるから、その人が、なんだろうな、見られるというか。例えば
生まれた瞬間からアラブの石油王で、いやめっちゃ僕生まれた瞬間から金持ちで、いや特にお金に困ったことなくて、小学校のお小遣いが、まあ、月100万ぐらいもらってたんですよね。あれ皆さん、お小遣い100万とかもらってないですかみたいな。でそんな人から成功法則学びたいですかそんな人から成功法則学びたいくないですよね。いやお前もう生まれた瞬間から石油王の息子やんみたいなね話じゃないですか。お小遣い100万ってふざけんなって話じゃないですか。そこに何も共感も生まれないし、何もストーリー性がないんですよ。だけどそのアラブのね、石油王の息子がこういうストーリーがあったら興味出るんですよ。例えば、いや昔 僕は生まれた瞬間からね、アラブの石油王で、で小学校の時、お小遣い100万もらってました。で周りからはいいないいないいなってすごい言われていて、でも僕は理解できなかったです。なぜならば生まれた瞬間から、そういう僕は生まれる場所というのは、まあ皆さんもそうですけど、生まれる場所っていうのは選択できないと、うん、で僕も選択できなかったです。生まれた瞬間から金持ち、でもみんなからそういうふうに言われるもんだから、すごくいじめにもあったし、すごく辛い時期が非常にありました。で一番なんだ辛かったのが、当時付き合ってた彼女にこんなことを言われました。あなた成金やっぱ成金だから気持ち悪いから別れるみたいな、気持ち悪いって、お金を持ってるイコール気持ち悪いって言われましたと。で僕はそれショックで自殺未遂しましたと。で自殺未遂して、で1ヶ月ぐらい生死をさまよいましたと。で生死をさまよって、でパッと目を開けたら、なんか生きてましたみたいな。で僕はその病院の中でずっと考えてましたと。お金ってなんだろうみたいな、みたいなストーリーがあったらちょっと入るじゃないですか。でどうですか、そのストーリーがあったら、そのアラブの王子様の話を聞こうと思うんですよ。その後どうしたんだみたいな話じゃないですか、ね、その後のアラブの石油王の王子様の人生とはみたいな話ですよね。だからそこに物語ストーリーがあるのかっていうのが結構重要ですよね。でこの物語ってストーリーっていうのはみんな持ってます。例えば今回の箱くんの事例でもね、教材買ってもこれもストーリーの一部全部使えるんですよ。僕はダメダメ人間でしたと、教材を買ってね、3月ぐらいに2019年事件起きますと、2019年3月僕の人生に事件が起こります。初めて情報商材という未知の分野を買ってみましたと、まあ騙されたと思ってね買ってみて、でも内容良かったんですけど、でも僕はダメだったんで、そこからなんだ全然行動できなくて、もうこの半年間ぐらい6ヶ月間結局何も行動できませんでした。何もで、このままじゃダメだ、このままじゃダメだ、いつもそう思ってたんだけど、結局腰が動かず手も動かず6ヶ月間くすぶってましたと。そんなある日ある一つのブログの記事を見つけましたと。そんなある日ブログの記事、1記事を見つけました。その記事では僕の教材を売ってた人のメンターの話が書かれていました。なんだこれみたいな、僕は食い入るようにそれを見てましたと。みたいな、なんかまあそういう感じの、なんかね、プロフィール欄にそう書いてたら、なんか読み込むじゃないですか。そんな感じです。だから全部自分の経験だったりとか、自分のうまくいかなかったことっていうのは物語、ストーリーにしてうまく書けるようになる、もしくは喋れるようになると、それは価値が出るし、それがお客さんの、なんだ、その見込み客、顧客に変えるってことです。だから物語を売ってるんで、わかります？どれだけストーリー性があるのか。だから僕なんかね、最上級言ってましたけど、生きる物語です。もはや生きる伝説を売ってますからね。生きとし生ける物語テラーです。物語テラーですよ。だってこんなにね、日々ね、刻んで動画アップロードできる人いないですから、はい、もう毎日の一日の物語を僕はねアップロードしてますから。もう今5時か、はい、12月23日5時ですね。はい、
まあそんな感じですね。物語は大事ということでございます。はい、勉強していきましょう。あと本当に迷惑だと思うんだったら金くださいね。はい、さっさと行動して、さっさと稼いで、さっさと迷惑料をください。心から迷惑だと思うなら。吉谷さんに迷惑かけてしまった、これ100万ぐらい払わないと吉谷さんの価値に見合わねえな、いや1000万かな、お願いします。はい、はい、ということで、迷惑料お待ちしております。